ッチョフォルテです。シャキーン、コバリです。はい、どうも。今日はなんとなんとファツオリのショールームで練習していきまーす。いやー、ちょっとね、まさかのファツオリ2台で贅沢ですね。うん、贅沢三昧。フルコン2台で楽しくね、今日はね、特別に練習をさせていただけるっていうことで、まあ練習をしていこうと思います。もちろん曲は2人いるので、まあ月光と熱情をお互い弾くっていう。そうね。なんで2人でラフマリノフをちょっとピアノ協奏曲を練習していこうかなと思ってます。いや、どうですか、前回から練習は。前回からやっぱ練習しましたよね。やっぱさすがに練習したと。まあ僕もさすがに練習しました。まあ僕たちは一つの目標であるコンサートに向かって、まあこうやって練習を積み重ねていってる段階です。やっぱ練習をしていけばいくほど多分魅力に取りつかれていくね、この曲の。そうね、オケパートだとなおさらオケの音を再現しようみたいな。あ、そうよね。できるんで、そう、突き詰められるんですよ。そう、オーボエ感とかね。そうね。あとフルートっぽいなみたいな。そう、あとここのトランペットパパーのところでさ、そう、まあこれはちょっとすごいコアな話をしてしまいましたが、そうです。で、まあ練習をしていってる段階です。じゃあね、どうしようかね。まあ、とりあえずちょっと最初の方から行ってみましょうか。興奮してくるとやっぱ合わなくなるな。そうね。もう一回ほんならちょっと、2番。
このフォルテになったところ、まあこの落ち着いとんやけど、ここ結構その攻めていきたいんよね。まあどっちのパターンもおると思うんけど。まあでもたっぷりいくけど、ちょっとあんまり遅くせずに、結構遅くした方が多分合うよね、ちゃんと。いや、そう、なんかアレグロのところ、うん、この間のあの録音聞いて、うん、ここ、俺ちょっと落としたんよ、うん、フォルテ割と前に行きたそうだったから、うん、今ちょっと前目で弾いてみたいな。いいの、どっちの方が弾きやすいかなと思って。でも結構攻めたいんよね。主張しないから、あなたに結構乗っていくって感じで考えてて、10だよね。なんかもう、だけん、自然と俺もあまり取るけど、そのもう本当に俺ここ主役じゃないから、あなたが行ってそれに乗っかる、自然とって感じ。主役じゃなくて、あなたの方が主役やん。ガンガン弾いてくれとるのに、俺もまあ一緒についていくって感じで、ここはでも最初のテンポでいきたいなと思ってるけど、ドーレドーでいった方がいいかなって、その統一に。まあなんかさ、めっちゃいるじゃんね、めっちゃ落とす人と前目に行く人、うん、そう。いやでもね、次があるけん、俺はあの一緒に盛り上がっていきたいなって感じ。まあ、あんま早く行き過ぎたらね、全体的に早くせんといけなくなるよ。その同じテンポでいけんなと思って。まあ、ユウがガンガン弾いてくれたらのに、俺も一緒に、まあ俺も別に落とすわけじゃないけど、あなたのメロディーが主役よ。
だからテンポから行く。あ、リタルランドから行く。そこは俺が普通にテンポ。まあ割とそんな揺らすとこでもないから。シンプルに来てえなと思ってるけど、もうほんまに自由に弾いてくれていいよ。足なしで行ってみる。そのリッドのラーは、うん、1個目ここでは普通に行きたい気持ちは書いてあるけど、で、まあめちゃくちゃリッドあんませんでもいいかなと思って、でゆっくりしすぎると多分ね、なんか急にどうしたんですかって。いや、めっちゃゆっくり、多分ここら辺から、飛行機間で行きたいけん、急に多分thank you.
ロケラバグッと乗せて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。